2021年の台風のデータ。データは、基本的に、日本の気象庁の情報に基づき、気象庁が熱帯低気圧としていない一部のものについては、合同台風警報センターのみに準拠する。202110、92時30分現在202,101.01、W アウリング2月15日。 カロリン諸島付近において発生した低圧部が16日21時、フィリピンの東海上で熱帯低気圧に発達した。この熱帯低気圧に対し、フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名、アウリングと命名した。また、17日18時に行動台風警報センターによって熱帯低気圧番号 01W が与えられた。 01W はフィリピンの東海上で台風となり、アジア名、ドゥージェンと命名された。202102.02ワットバイシング4月12日、カロリン諸島付近において発生した熱帯低気圧が発生し、この熱帯低気圧に対し、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名バイシングと命名した。また、合同台風警報センターによって、 熱帯低気圧番号 02W が与えられた。02W はフィリピンの東海上で台風となり、アジア名、スリゲと命名された。当初の予報では非常に強い勢力に発達すると予想されていたが、台風は予想以上のペースで勢力を強めた。 16日21時からの24時間で、中心気圧を60ヘクトパスカルも低下させるなど、急速に発達して17日21時には猛烈な勢力へと成長。なお、4月に猛烈な勢力となったのは、最大風速のデータがある1977年以降では、統計史上初めてである。その後も2号はさらに勢力を強めて18日3時に、 平成28年台風第14号以来、およそ5年ぶりとなる、最低気圧900ヘクトパスカル未満に到達した、台風及び4月における、最初の800ヘクトパスカル台の台風として、最低気圧895ヘクトパスカル、最大風速秒速60メートル、最大瞬間風速秒速85メートルという、記録を残した。なお、 ノット基準での最大風速が120キロトンとなったため統計史上5番目に最大風速の強い台風となった 202103.03W ダンテ5月29日カロリーン諸島付近において熱帯低気圧が発生したこの熱帯低気圧に対してフィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名ダンテが台風8号になりアジア名 ニパルタックと命名された。合同台風警報センターはこの台風を 11W と命名した。台風はその後北上し、日本の東の海上を北西に進んだ。その後次第に進行方向を北西から西へと変え、暴風域は伴わないものの、26日夜には関東地方と東北地方の一部が強風域に入った。 台風は一時的に南下しつつ、翌27日朝には、銚子市の東海上で、ほぼ停滞した。この段階で、北陸と東海の一部も強風域に入った。同日日中は、震度を北に変え、関東南部沖を進んだ。同日夜には、北北西にカーブしつつ、北関東沖から、三陸沖を進んだ。その後、翌28日の朝6時前に、 宮城県石巻市付近に上陸した。宮城県に台風が上陸するのは観測史上初となった。その後は宮城県北東部を北上して岩手県に入り、同日9時には森岡市の南7 0トル同日正午には秋田市の東北東8 0トルに達した。同日午後には西向きに進路を変え、秋田県を通って日本海に出た。 同日15時、秋田県沖で温帯低気圧に変わった。このように珍しい震度をとったのは、台風の東から北にかけて、細長い高気圧が覆っていたことや、寒冷渦の影響などが挙げられる。また、今回の台風は、2020年東京オリンピックの期間中だった7月28日に、日本に上陸した台風である。 オリンピックの影響 202,109.13W8 月4日9時、南シナ海で発達中の熱帯低気圧が台風となった。気象庁はこの台風にアジアメールピートと命名した。台風は南シナ海を北東に進み、8月8日には九州地方に接近。8月8日に10時過ぎ、鹿児島県枕崎市付近に上陸した。 翌日8月9日5時過ぎには、広島県呉市付近に再上陸。その後は、北に進み、同日8月9日9時、中国地方で温帯低気圧に変わった。中国地方などを中心に、各地で大雨や強風に襲われた。気象庁は、顕著な大雨に関する情報を、島根県沖に発表していた。降り始めから9日午後4時までの総雨量は、 島根県天町海市で3 2 5 5トル、同県浜田市ハサで2 9 6 5トル、広島県山形郡北広島町八幡で2 7 6ミリメートルなどとなり、北広島町千代田地区には緊急安全確保が発表された。また、高知県室戸市で最大瞬間風速38メートルが観測された。ほか、東京都江戸川区でも、 最大瞬間風速が25.5メートルを記録した。また、この台風から変わった温帯低気圧の影響で、8月10日には北日本から東日本で大荒れの天気となり、青森県上北郡七古町では河川が氾濫し、緊急安全確保が発表されたり、同県むつ市では国道279号に架か,かる橋が崩落するなどの被害が出た。これまでに、 岡山県で一人が死亡し、島根県では一人が行方不明になっている。また、多数の負傷者が出ている。20万 2110.14W8 月4日3時に、沖縄近海で熱帯低気圧が発生。同時に、気象庁はこの熱帯低気圧について、24時間以内に、 台風に発達する見込みとの情報を発表した。その後、8月5日15時に、同海域で台風に発達した。台風は日本の南の海上を東に進んだ。その後、台風は北東方向に進路を変え、速度を上げた。8月10日には、日本の東で温帯低気圧に変わった。 20万 2111.15W8 月2日03時にウェーク島近海に熱帯低気圧が発生。熱帯低気圧は時速 30km から時速 45km と速い速度で北上していた。その後8月5日15時に気象庁が日本の東で台風11号として発生。発生時からも 時速 20km から時速 30km の速度で北上した。ピーク時は992ヘクトパスカル、最大風速秒速25メートルとなった。8月8日で永時に温帯低気圧に変わった 202,112.16W8 月15日、マーシャル諸島で熱帯低気圧が発達中。気象庁はこの熱帯低気圧について、 24時間以内に台風に発達する見込みとの情報を発表した。しかし、台風は予報よりも発達せず、気象庁は24時間以内に台風に発達する見込みとの情報を取り消した。8月20日、フィリピンの東の熱帯低気圧が発達。気象庁はこの熱帯低気圧について、24時間以内に台風に発達する見込みとの情報を発表した。 ちなみに、この熱帯低気圧は8月15日に気象庁が24時間以内に台風に発達する見込みと発表した熱帯低気圧である。8月20日21時、フィリピンの東で発生。8月22日には沖縄の先島諸島に接近。その後、台風12号は東、シナ海を北寄りに進み、8月24日9時に日本海で 温帯低気圧に変わった。202,113.18W ジョリーナ9月5日21時にフィリピンの東で低圧部が発生した。低圧部は翌日3時に熱帯低気圧に発達し、フィリピン大気地球物理天文局によってフィリピン名ジョリーナと名付けられた。その後15時に台風に発達し、 アジア名コンソンと名付けられた。6日18時には合同台風警報センターによって 18W が不満されている。台風はフィリピンの島々を上陸、通過した後、9月9日には東、シナ海で暴風域を伴うも9月11日には暴風域消滅。9月12日午前3時に南シナ海で 熱帯低気圧に変わった。20万2114.19ワット帰国9月7日9時、フィリピンの東で台風14号が発生し、アジア名チャンスーと命名された。チャンスーはカンボジアが用意した名前で、花の名前に由来する。海水面温度が高かったことや、風の条件が台風の発達に適していたことなどから、台風は急発達し、 発生から24時間後の8日時には、中心気圧945ヘクトパスカル、最大風速秒速45メートルの非常に強い勢力になった。11日になると、フィリピンの東で発達のピークを迎え、中心気圧は905ヘクトパスカルにまで低下し、中心付近の最大風速は秒速60メートルとなり、猛烈な台風となった。 その後は勢力を弱めながら、東、シナ海で複雑な震度を取った後、観測史上初の福岡県に上陸した。台風は、瀬戸内海に出た後、愛媛県、和歌山県に再上陸し、9月18日に東海沖で温帯低気圧に変わった。また、この台風は高気圧による夏台風であった。 202,115.21ワット9月22日、南シナ海で低圧部が発生した。翌日、低圧部は熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターはこの熱帯低気圧に TD21W と不満した。同日9月23日、熱帯低気圧は台風15号となり、アジアメディアンムーと名付けられた。翌日に、 台風はラオスに上陸、同日9月24日15時、特に勢力を強めることもなく、台風15号は熱帯低気圧に変わった。20万2116.20ワット9月22日、ミクロネシア連邦近海で低圧部が発生、熱帯低気圧になり、同日21時に台風16号が発生した。9月29日、 名古屋大学の研究チームが航空機観測を行った。20万 2117.22W10 月2日、フィリピンの東において低圧部が発生。10月5日には熱帯低気圧に発達し、10月7日に気象庁はこの熱帯低気圧について24時間以内に台風に発達する見込みと発表した。10月8日、 熱帯低気圧が発達し、台風17号が発生した。そのまま西へ向かい、発達することもなく、10月10日にベトナム付近で熱帯低気圧に変わった。202,118.24w10、e、月5日、グアム島近海で低圧部が発生10月8日には熱帯低気圧が発達し、24時間以内に台風になると発表した。 発達しながら西に進み、10月14日にベトナムで熱帯低気圧に変わった。20万 2119.23w10 月9日、ウェイク島近海で熱帯低気圧が発達し、10日に台風19号となった。初めは西に進んでいたが、進路を変え、日本のはるか東を北へ進み、10月17日、温帯低気圧となった。 熱帯低気圧番号は、合同台風警報センターが、熱帯低気圧と認めたものに付与し、同期間をはじめ海外の各気象機関で用いられる。フィリピン大気地球物理天文局が、フィリピン名を命名している場合、フィリピン名も併記する。また、熱帯低気圧番号がない場合にも、気象庁が熱帯低気圧としたものを以下に、TD 途端に表す。 1>, 1月20日3時にフィリピンの東に熱帯低気圧が解析された。熱帯低気圧は北上し、同日21時に消滅した。3月9日3時にカロリン諸島近海で発生した低圧部が14日15時に南シナ海で熱帯低気圧に発達。熱帯低気圧は精進した後、15日9時に低圧部に降格。 同日21時に消滅した。5月12日9時にミンダナオ島の東で発生した低圧部が13日3時に熱帯低気圧に発達。同日9時に気象庁は24時間以内に台風に発達するとして観測を開始した。しかし気象庁の予測に反して台風に昇格することはなかった。そのため気象庁は 情報の発表を取りやめた。その後、14日15時にフィリピン近海で消滅した。5月29日9時にトラック諸島で発生した低圧部が翌日9時に熱帯低気圧に発達。熱帯低気圧は精神したがあまり発達せず、6月2日9時に消滅した。六月三十日九時に沖ノ鳥島近海で 熱帯低気圧が発生。しかし、あまり発達せず1日9時に消滅した。7月4日3時にフィリピンの東で熱帯低気圧が発生。熱帯低気圧は北西に進んだ後、フィリピン大気気象天文局によってエモンと命名された。その後、5日6時に JTWC によって 07W と不満された。 気象庁国立情報学研究所合同台風、警報センター世界気象機関フィリピン大気、地球物理天文局アメリカ海軍調査研究所、民間気象機関。ありがとうございます。